最低賃金を引き上げることは、経済全体を活性化するということは、財界の方からもそういう声が上がっています。例えば、日本総研というシンクタンクは、最低賃金を引き上げることは、賃金の底上げにつながり、内需成長を促進する効果が期待できるというふうに言っています。からあの富士通総研、あのパソコンなんか作っている富士通のシンクタンクですけれども、日本の最低賃金もヨーロッパのように引き上げれば、 労働者の購買力が拡大をし、需要が拡大すると。最低賃金の引き上げを全国一律に実施すれば、お互い競争条件は変わらないから、一部の事業者が不利になることはないんだと。こういうふうに言っています。だから、第一生命研究所、第一生命は、これ、ここも家計所得が増えるというふうに言っています。勝間和代さんって、勝間ってね、よくテレビで出てますけど、あの人も、 1000、えー、円に引き上げれば、平均賃金がの約42%になるから余裕が生まれるんだということで提案してる、だから結局ね、あのー、企業が大変だからだめだって言ってると、結局企業が大変になっちゃうんですよ、ワーキングプアがあふれちゃって、だからあのきちっとルールとして、決まりとしてやれば守らざるを得ないし、で全体にやればね、どこかの企業が不利になるということはないわけですから、これはやっぱり政治の力で。 きちっっととととルールーしてて決めることが企業にとっても必要だとでもちろん私たちは、ただ引き上げればいいとは言ってません。やっぱり特に中小企業は大変ですから、中小企業に対しては、最低賃金引き上げる際には、賃金を底上げする抜本的な対策も合わせてやらなきゃいけないというふうに提案をしています。でしかし、それをやることによって、全体として購買力を引き上げて、日本の経済をね、前向きにいい方向に向けていくと。 今ね、どん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 悪い方向に悪い方向に悪循環になってるんですよ。結局賃金が引き上がらない、そうすると物が売れない、そうすると企業の経営も悪くなる、そうするとまた賃金がさらに下がる、こういう悪循環なんです、でこの悪循環を好循環に変えていく、そのきっかけになる大きな役割を果たすのが、最低賃金、全国一律で引き上げていくというやり方だと思いますので、あの神奈川ではね、この最低賃金で大きな戦いあります、本当に大事な戦いをやられているというふうに思っています。 ぜひ、この戦いで本当に力を合わせて、日本経済のために最低賃金引き上げるんだという声をね、堂々と上げていこうということを呼びかけたいというふうに思いますので、頑張りましょう。